小手伝安定から1899年3月30日は、平戸藩士、剣術家、政治家。旧名は、桑田玄之城、滋賀県知事、元老院議官、島根県知事、新潟県知事、貴族院議員を歴任した。心形刀流と一等青伝部刀流の、 免許改伝の腕前を持ち、山岡鉄州から一刀流政党の証の、守備木立ちを授けられた。平戸藩家臣、桑田康地下の長男として、非前国松浦郡平戸村に生まれる。先祖に、戦国武将の小手田康政、小手田康行、小手、田康はじめがいる。平戸藩伝の心形形の流剣術を学び、免許改伝を得る。幕末には、 反探索方に任じられ、京都で情報収集を行う。その傍ら時期新影流、戸田一新祭の道場に通い、四半大高山本三郎と面識を持つ。明治に入り、約三百年ぶりに小手伝説に服す。松田道行の後を受け、第二代滋賀県令に就任。大津で再会した、高三島三郎を滋賀県警察官に採用した。 1881年1月、武カタ流、山岡鉄州に入門し、皇帝となる。1882年7月16日、京都体育場で、激犬大会が開かれ、大倉京松方正義、京都府知事北垣国道、岡山県令高崎56らが臨場。小手伝も参加し、渡辺敦史と対戦した。渡辺は、当時蘇生を隠していたが、 元京都見回り組組員で晩年に坂本龍務暗殺を証言した人物である。1883年11月、東京での地方官会議に出席する際、高山峰三郎ら関西の県閣約10名を引き連れ警視庁に試合を挑む。高山は警視庁襟抜きの激変世話係36名を連覇した。 この出来事は明治剣道史の一大事件として知られる。1885年6月14日、宮内省最年間剣装術大会に臨席する。1887年、山岡鉄州の武士道講話を出録したとされる。この記録をもとに、安倍正人が編纂した書籍が、1902年、武士道として交換されている。1891年、 自身の激権の門人を無試験で監修に採用したことが問題視され、同年11月25日の新潟通常見解で、監修はあえて無者修行なるものにあらず、州都を監督する者なるを、己が、激権好きなるゆえ採用せしなどとは、地方税を乱否せし者というべしと、議員から求断された。また、 同月20日付の新潟新聞においても、自ら法を割くて自らこれを破る者は、我が新潟県知事なりと批判された。この頃、京都の剣術家尾関京政府史を新潟へ招き庇護し、強制に心形刀流と部刀流の免許改伝を与えた。強制を引き連れ旧柴田藩剣術師範に舞い常、ね、方刀の道場を破る。 強い見覚を配下に従えたびたび同情やぶりを行ったことは、コテデンの悪癖であったと言われる。1897年、三女高子と強制が結婚した。1899年、死去。1902年、滋賀県政の功績を称え、天台寺門高志総本山温城寺境内に、コテデン安定小徳碑が混流された。 就職した息子のコテデン・は、陸軍砲兵大佐。時代のコテデン・タはその長男で、慶応大学卒業後、拓海書院に勤務した。龍の娘、ト子は、台湾総督府法官だった、巨六義明と1935年に結婚し、1976年に、県令コテデン安定を上司した。ありがとうございます。